西国随一の戦国大名大内氏があっけなく滅亡した謀反劇、大寧寺の変とは。前編。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、大寧寺の変前編について紹介していこうと思います。毛利氏が台頭する前の中国地方には、当時は西国随一を謳われた強大な戦国大名大内氏が君臨していました。しかし全盛期を迎えたはずの大内義高の代で、大内氏はあっけなく戦国大名としての滅亡を事実上迎えることになってしまいます。その原因が重臣末春方による謀反劇、大寧寺の変でした。どのようにしてこの変は起き、どんな行く末をたどることになるのか、じっくりとご紹介したいと思います。西国で最強だった大内氏とは、大寧寺の変は天文20年8月28日から9月1日、1551年9月28日から9月30日にかけて起きた謀反劇です。大内義高が重臣の末春方によって長門の大寧寺、山口県長門市で自害に追い込まれました。大内氏は室町幕府の重臣として周防を本拠地とし、北九州や中国地方を掌握した大大名です。その勢力は西国随一と謳われており、大寧寺の変で滅ぶ義高の父大内義興は管領大となるほどでした。そして義高の時代には学問や芸術の復興により文化面でも円熟期を迎え、周防は西の京と呼ばれて繁栄したのです。大寧寺の変の遠因、大内義高の変貌。大内義高は当初は覇気あふれる君主でした。大内氏の勢力拡大に意欲的で、彼の時に大内氏は全盛を迎えたのです。しかしそれが狂ったきっかけとなったのが、天文11年、1542年から翌年にかけての合算戸田城の戦いでした。この戦いは前年の吉田郡山城の戦いで、尼子氏が大内傘下の毛利氏に敗れたことに気をよくした義高が尼子氏を叩くべく攻め込んだものです。武断派とされる末春方、当時は高房の主張が文治派の反対を押し切る形で行われたものですが、大内軍は尼子勢のゲリラ戦と黒人衆の寝返りなどにより総崩れとなり、惨憺たる敗北を期することとなりました。そして撤退の最中に義高の養子春持が溺死してしまったことで、義高はひどく落胆し、それ以後めっきりやる気を失ってしまったのです。義高は武断派を遠ざけ、文治派に任務を任せると、自身は京都からやってきた貴族たちと詩歌や歓言に親しむ生活を送るようになります。といえば聞こえはいいですが、要は主君としての仕事を放り出し遊んでばかりになってしまったわけです。末春方の失望と不満。かつては積極的に外政を行い野心を燃やしていた義高の変貌ぶりには、末春方ら武断派は失望していました。そして代わりに文治派が大内家中を闊歩するようになり、彼らは不満を募らせていったのです。度重なる出兵や義高の奥下生活には当然かなりのお金がかかりましたし、税も重くなり不満を抱く者は少なくありませんでした。そして活躍の場を狭められた春方は文治派と対立を深めていったのです。特に不仲となったのが相良武藤でした。武断派の春方を相手にしたらひとたまりもありませんから、
竹藤は天文14年1545年に一度目の出奔をします。この時は義高の強い求めによって戻りましたが、春方との関係は悪化の一途をたどりました。春方の不満は他の家臣にも知られており、杉重則は春方が不穏な動きをしていると義高に進言したものの、それは聞き入れられませんでした。末春方と相良武藤の対立、そして天文19年1550年春方は武藤の暗殺を計画します。しかし武藤がこれを事前に察知し義高に密告したため未遂に終わりました。武藤は春方を何とか懐柔しようと、春方の息子に自分の娘を嫁がせようと交渉しましたが、剣もほろろに断られてしまいます。そしてまたしても武藤は出奔したのでした。一方春方は密かに毛利元就などに接近しており、杉重則や内藤沖盛らと相談した上で、義高の息子義高を跡目に据えたいという旨の書状を送っており、ずっと計画を練っていたようでした。やがて春方は義高のもとに出仕することもなくなっていきます。これには義高も警戒し武装するなど、両者の間に緊張感は高まっていきました。相良武藤の残言が春方を動かす？この間に肥後へと出奔しようとしていた相良武藤が北九州を守っていた杉置和に捕まり、周防へと送り返されてきました。そもそも春方と武藤の対立がこのごたごたを生んでいるわけなので、武藤は義高に必死の弁明を行います。ところがそれはひどいものでした。もともと春方に謀反の件があると言ったのは杉重則。しかし重則はその意見が義高に入れられないと分かったので、それを私になすりつけ春方側へと寝返った。その上二人は内藤沖盛とも何か企んでいる。こんな内容だったようですが、あることないこと混じっていますよね。苦し紛れの嘘だとしても、これはいただけないような気がします。この件があったため杉重則は本来は義高を守る側だったのですが、春方派へと傾いたとも言われています。こんなことが起きている間に春方はさらに動いていました。義高の姉が大友氏に嫁いでいたため、そこで生まれた男子大友春秀を当主に迎えたいということを大友側に打診していたのです。春方の報復を恐れた相良武藤はここでまたしても逃亡しました。どれだけ逃げれば気が済むのか。そしてついに春方は動き出すのです。ちなみに末春方についてまとめた動画もありますので、興味のある方はこちらから見られます。大寧寺の変前半はここまで。次回の後半ではいよいよ春方が挙兵し、大寧寺の変が勃発します。後編もぜひご覧いただければと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。